よさの鉄管下避。よさの鉄管は、日本の歌人。本名は、よさの広し。鉄管は号。後に、慶応義塾大学教授。文化学院学館妻は同じく歌人のよさの明子。京都府岡崎町に、よさの霊言直の四、男として生まれる。父、霊言は、西本願寺寺院、願城寺の僧侶であった。霊言は、 庄屋の細見忠し門の次男として生まれたが、京都府与佐郡出身ということから、明治の初めより与佐の姓を名乗るようになったという。母は、初江、京都の商家の出である。1883年、大阪府住吉郡の安養寺の安藤修則の,の養子となる。1889年、西本願寺で特土の式を挙げた後、 山口県津野徳山城の兄、赤松寺指導の寺に赴き、その経営になる徳山女学校の教員となり、同時の布教機関誌、山口県赤前会雑誌を編集。そして翌1890年鉄管の号を初めて用いた。さらに1891年八日を離れ、よさのせいに服した。徳山女学校では国語の教師を4年間務めるも、 女子生徒との間に問題を起こしてしまい退職した。この時女の子が生まれたがその子は間もなく死亡している。ついで別の女子生徒、林滝野と同棲して、和子、良佐の厚夢を設けた。1892年、徳山女学校を辞して、京都へ帰る。11月頃上京して、落合直文の門に入る。1894年、短歌論。 亡国の音、現代の非常不適和歌をののしるを発表。1896年出版社明治書院の編集長となる、片原後美女学校で教えた。同年7月、歌集、東西南北、翌1897年、歌集、天地原稿を世に出す。その出実合見な作風は、マスラオブリと呼ばれた。1899年、東京新支社を創立。 同年が秋、最初の夫人、浅田信子と離別し林滝野と同棲し、麹町区に住む。1900年、明状を創刊した。北原白州、吉井勇、石川拓木などを見出し、ロマン主義運動の中心的な役割を果たした。しかし、当時無名の若手家人であった、大鳥明子との不倫が問題視される。分断症魔境なる。 解文書で様々な誹謗中傷が仕立て上げられたが、アキコの類いまれな才能を見抜いた鉄管は、アキコの歌集、乱れ髪作成をプロデュースし、妻、タキノと離別。1901年アキコと再婚し六男六女の子宝に恵まれた。鉄管と離婚したタキノは後に、マサトミ王洋と再婚した。1901年8月、乱れ髪観光。 その名声は高く、病状における指標となる。同時に、病状の流星のきっかけともなった。1907年には、病状の新進詩人たちである、大田正男、北原白州、平野万里、吉井勇を連れて、九州を旅行し、その気候文、五足の靴を発表。明治末期から、大正初期の分断に、南蛮趣味を流行させた。更新にも恵まれ校長に見えた。 病状であるが、木太郎、白州、磯村が脱退し、1908年、病状は第100号をもって廃刊する。その後の鉄管は極度の不振に陥る。1911年、秋子の計らいでパリへ行く。後秋子も東仏、フランス国内からロンドン、ウィーン、ベルリンを歴訪する。だが、創作活動が盛んとなったのは秋子の方で、 鉄管は依然不信を極めていた。再起をかけた、老作、薬師衆リラの花も失敗するなど、栄光に包まれる妻の影で苦悩にあえいだ。1915年の第12回総選挙に、故郷の京都府軍部選挙区から無所属で出馬したが、落選した。大正8年に、慶応義塾大学文学部教授に就任、昭和7年まで在任し、水上滝太郎。 佐藤春夫、堀口大学、三木露風、小島正次郎らを育てた。1921年に建築家、西村伊作、画家、石井白帝、そして妻、秋子らと共に、お茶の水するが題に文化学院を創設。同じ頃、第二次、病状を創刊し、日本語原稿などを発表する。しかし1922年の森大貝の死は、鉄管にとって、 有力な被護者を失うに等しい打撃であった。1927年に、明星が再び廃刊となるが、1930年に雑誌、冬かしわを創刊。1932年、第一次上海事変に取材した、爆弾三遊誌の歌の毎日新聞による歌詞公募に応じ、一等入生を果たした。1935年、帰還士カタルが元で、 慶応義塾大学病院で死去。秋子は、必見タバコを、後藤は棺に入る、名乗りが高わ我をめできとという悲痛な追悼の歌を捧げた。改名は冬かしわいん春正清節よ説大古事。1895年10月8日に、三浦五郎ら日本関係と他の浴槽師と共に、当時の朝鮮王朝の王妃、敏妃の暗殺を計画したという説が、 韓国側から主張されている。これは、朝鮮王朝が、進路政策により、清と日本の圧力を排除しようとし、それに、危機感を抱いた日本が起こしたというものである。当時、朝鮮王朝は、下と刑拷問をはじめ前近代的な刑罰、法体系であり、法人保護の観点から、違い方権となっていたので、鉄管は日本に送られ、 広島の地方検察庁で裁かれた。当時、鉄管は、落合直文の弟、あゆか海園と共に、朝鮮の日本人学校、木の戸羊塾の教師として当地に在留していたが、事件当日は海園たちと木浦に出かけていて、事件の起きた形状にはいなかったアリバイによって、面相となった。実刑、寺指導は赤松蓮城の娘、康子と結婚し、その子、 赤松勝丸、赤松つね子は政治家となった。次男、与佐野修は外交官としてイタリアエジプト大使などを歴任し、1964年東京オリンピック事務長を務めた。修と妻で評論家の道子の間の子供には、与佐野香る、与佐野通る、与佐野ふみ子がいる。ありがとうございます。